はい、今回のテーマとしてはパワーがない方でも高音の威力を劇的に上げることもできるグリップについてご紹介をしていきたいと思います。グリップってやはり様々な形があると思うんですよ。でその中で特にフォアハンドの強打で思ったようにスピードが出ない、相手を打ち抜けるようなボールが出ない、そういったお悩みを持っている方にはすぐおすすめになるんですけど、今回今私自身もやっているグリップ、ラケットの持ち方についてご紹介をしていきたいと思います。そのグリップというのは、こういった形ですね。中指を伸ばしております。また薬指も添えるように持っているんですけど、基本的なラケットの持ち方ってこういったようにちょっと丸める形が基本だと思うんですけど、今回ご紹介していきたいグリップというのは指を比較的まっすぐ伸ばした持ち方の方になってきます。この持ち方ですね、表面の方はそんなに大きな変化はないんですけど、正直威力を出そうと思ったら浅い方がいいかなと思います。ただ私自身も現在指をある程度伸ばして、表面の方は同じような持ち方をして、ラケットを持つようにしています。でこういった持ち方をすることによって、ボールの威力が正直1段階アップすると言っても過言ではないです。でこのグリップの、いいところについて、解説をしていきます。でその一つ目としては、ラケットヘッドが下がりにくくなり、ボールに対してフラットに当てやすくなるということです。これが威力の出るポイントなんですよね。いわゆる基本的な、ある程度丸めたグリップになってくると、ラケットヘッドが下がってしまうことが多いんですよね。でそういった下がったグリップだと、ボールに対して回転をかけやすいですし、安定した軌道は描いてくれるんですよ。ただいわゆる速いスマッシュを打つことってちょっと難しくなってきて、やはりどんだけ強く当ててもボールに対してちょっと下から引っ掛けるような当て方になってしまって、いわゆる弧線がちょっと強すぎることがあるんですよ。ただこういった形で指をしっかり伸ばしてもらうことによって、しっかり面を開きやすくなるんですよね。面を開いてボールに対してまっすぐ強く当てることができるんで、比較的力が少ない方でもしっかりボールに対して力を加えやすくなるんで、威力のあるボールも出しやすくなってくるというわけです。これすごいいいメリットだと思っていて、特に身長が高くなればなるほど姿勢もちょっと高くなってしまって、ラケットヘッドが下がってしまうことが多くなるんですけど、こういった持ち方をしてもらうことによって、自然にラケットヘッドが上がって、自分の中でしっかりボールをインパクトしている感覚も、つかみやすいと思いました。こちらが一つ目ですね。二つ目としては、面がブレにくくなり、相手のボールに打ち負けなくなるということです。いわゆるカウンター系の技術がすごく私の中でやりやすくなりました。相手が強く回転をかけてきたボールに対してもしっかりボールに対して受け止めることができるんで、簡単に押し負けなくなりました。指もこれだけ伸ばしてるんで、その伸ばしたところとボールの当たる場所が同じような場所になってくるから、グッてしっかり自分の中で押さえてる感覚が強くなりました。また強く自分で打ち返そうと思った時は、このフラットに作った面がしっかり効果を発揮してくれるんで、カウンターでも相手が詰まるような、質の高いボールが打てるようになりますし、ブロックにおいてもカウンターにおいても、すごいいいことが多いかなと感じました。指を丸めてもらった方が、前に落とすようないやらしいブロックは確かに打ちやすいんですけど、やはりそれだけになってしまうと相手に待たれて、せっかくブロックカウンターで相手を振り回すであったり、自分で作ったのにそれを逆に待たれて打ち返されてしまうといった、恐れもありますので、一撃しっかり相手をバチンってカウンターで打ち抜く技術をやることにおいても、この指を伸ばすというのはすごい大きな効果を発揮してくれると感じております。3つ目としては、フォアの台上強打がやりやすいということです。台上技術って指を伸ばしたらやりにくくなるんじゃないと思う方も結構いらっしゃると思うんですけど、この自分から攻撃的に仕掛けていく台上技術はすごくやりやすくなりました。特に台上強打ですよね。確かにこういやらしく回転をかけて流すであったり、回転をかけて引っ掛けて入れるフリックとかは丸めた方がやりやすいかもしれないんですけど、一発パチンって打ち抜くような台上技術をやる上では、すごい伸ばした方がいいと思いました。特にこうしっかりサーブを出して相手が短くストップしようとした、それがちょっと浮いてしまったボールに対してしっかりバチコーンって弾くことができるんで、一撃必殺の台上技術が身につけられるかなと思いました。これは力じゃないですね。ボールとの当たり方がしっかり良くなったから、勝手に質の高いボールが出てくれるようになったんで、そんなに自分で強く打ち抜いたろうと思わなくても、点数が取れるようなボールが打てると思っております。
これすごいいい部分ですね。そして4つ目としては、シュート系の技術がすごくやりやすいということです。まあ、シュートをさせようと思ったら、やはりラケットヘッドが下がった状態でやるのって難しいんですよ。ただペンホルダーってやっぱりラケットヘッドが下がりやすいですし、まあ、シュートというよりかはどっちかというと開くような打ち方をしている方の方が多いんですよね。ただしっかりシュートをさせることができれば、まあ、回り込みで一撃で打ち抜くようなボールを打つこともできますし、まあ、相手の逆をついて、まあ、強打をすることもできるんですね。でそれをする上でもやはり指を伸ばしてもらうことによってシュートをさせやすい角度を作ることが簡単になりました。まあ、ヘッドが下がりにくいからですね。軽く持ってるだけでも先端が上がってくれるような状態になるんで、まあ、そこからボールの内側を捉えて抜いていくような打ち方をやってあげれば、まあ、勝手にシュートしてくれますし、まあ、自分自身が詰まった時や、まあ、回り込みでしっかり振り抜きたい時にこういったシュート系の技術を活用してもらうのは私の中ではすぐおすすめになってきます。まあ、ペンホルダーでちょっとこう巻く打ち方だけになってしまって回転の変化をつけたいであったり、まあ、シュートでボールを打ち抜くような技術を覚えたい方はこの指を伸ばすというのはすごいおすすめになりますね。次はこちらのグリップをする上での注意点について解説をしていきたいと思います。でその注意点というのはボールが直線的になりがちになるので、まあ、そこをしっかり踏まえて練習を行ってもらうということです。まあ、確かにこの指を伸ばしてもらうことによっていい部分はいっぱいあるんですけど、ただやっぱちょっとこう意識しないといけない部分もあると私は思っていて、まあ、それがボールの弾道が直線的になってしまうことなんですよ。まあ、ちゃんと扱えることができればそれってすごいいい部分なんですけど、ボールに対する微調整であったり、ただ何気なく振り回すだけになってしまうと、このボールが直線的というのはボンミスの元になってしまうんで、まあ、その直線的になるのをしっかり理解した上で自分で軽く回転を加えるであったり、ボールの頂点をしっかり捉えて打ちに行くといったところを、まあ、しっかり意識してもらう必要があります。まあ、これは普段の練習ですよね。まあ、普段のフットワーク練習でも、まあ、しっかりボールの頂点を捉えているのか、取れへんくなった時にしっかり自分の中で回転をかけて入れることができているのかを考えてやらないと悪い方向に進んでしまう可能性もあるので、いい部分を残しながら、まあ、このグリップを活用してもらうことが私の中でお願いになってきます。まあ、まとめとしてはやはり現在そのプラスチックボールになって、まあ、ボールの素材自体も硬くなってきて、なかなかこうスマッシュ系の技術の質が落ちてしまうこともあると思うんですよ。でそういった時に、まあ、例えば用具をめっちゃ飛ぶやつにする、まあ、それは間違いではないんですけど、やはり小技とかを行う上であまりにも用具を飛ぶものにしてしまうと、まあ、自分自身のコントロール性もなくなってしまうと思うんですよ。でそういった時にやはりグリップといったこういったところに焦点を置いてもらうことによって、あ、こういったやり方でも威力が出るんかという、まあ、新たなひらめきが生まれると思います。まあ、実際私もあまり指を伸ばすタイプではなかったんですけど、まあ、今回指を伸ばして打ってみることによって、まあ、これだけボールの飛びであったり自分自身の打球感覚が違うんやという、まあ、驚きもありました。まあ、なので皆さんにもちょっとお伝えしたいなと思ったわけです。まあ、この指を伸ばす中であとは自分なりにちょっとこう丸めてみるとか、表面のグリップを浅くしてみる、深くしてみるとか、まあ、自分の手の形に合わせたやりやすいグリップを、まあ、見つけてもらうといいかなと思うので、やはりグリップというのは一人一人違うものですし、で一人一人に合わせてやっぱり合ったもの、戦い方によって合ったものがあると思うので、まあ、一参考程度に捉えていただければ幸いです。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。